150回目のハグザライフ命を抱きしめようを今日お届けいたします。2016年8月9日火曜日、ハグザライフ命を抱きしめようの時間です。高齢になっても、そして病気の時にも、障害を持っても安心して暮らせる街づくりを目指して、介護、医療、福祉の問題を中心に据え、お届けしていく番組、ハグザライフ命を抱きしめよう。お相手は今日も北海道札幌出身、戸塚に住んで30年になります、パーソナリティ相浦弥生です。今日は150回目の放送、ちょっとだけですね、いつも聞いてらっしゃる皆様にとってはあってもう気づかれた方もいらっしゃるかもしれませんが、喉がいつもとちょっと違うんですね。お聞き苦しい部分もあるかもしれません。またいつもの私の声とちょっと違うこのハスキーさがいいよって言っていただく皆様は、感想など今日の番組の内容も含めて私のお声についてもメッセージお寄せください。この番組をずっと最初から支えてくださっているスポンサーの皆様、さらにこの番組一緒に応援しようではないかと企業の皆様にご紹介くださった皆様、そこに支えていただきながら、そしてマイクに向かって喋る私のこの声が、どなたに届いているのか、届いた皆様からいただくメールやファックスやお手紙や、直接スタジオに遊びに来てくださることもあって、そのリスナーの皆様に背中を押していただきながら、新しいまた出会いが生まれて、新しい企画を、番組だけではない飛び出していくラジオとして、イベントを計画したり、一緒に映画を見に行く仲間を募ったりと、この150回の間さまざまな変化を見せてきたハグザライフ命を抱きしめようでもあります。今日も心を込めてお届けしていきます。この皆様がいらっしゃるから、こうしてハグザライフ命を抱きしめよう、毎週毎週お届けすることができるわけです。6社の皆様をご紹介いたします。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南。不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ。人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画。処方箋受付から在宅訪問まで、幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分セントラルスポーツ脇平安薬局。地域の皆様の生き生きライフをサポートする作業療法士、理学療法士を養成、横浜リハビリテーション専門学校。その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光。以上6社の提供でお送りします。
2016年8月9日、ハグザライフ命を抱きしめよう、スタートです。スタジオに来る途中に、夏休みですからね、子供たちがセミ捕りをしているところに遭遇しました。って声をかけて見せてもらいました。アブラゼミももちろんいましたが、あの羽のね、透明なミンミンゼミを綺麗だって言いながらね、少年たちが捕まえていましたよ。ミンミンゼミ、アブラゼミ、そしてこの後日暮らしもお目にかかることができるのでしょうかね。少しずつ木の幹の低いあたりに止まり始めています。もうそろそろお別れの時期も近づいているのかもしれませんね。背伸びをちょっとだけするとね、届くようなところで、ミンミンゼミ、そしてアブラゼミが鳴いていました。ミンミンゼミの方が少し高いところにいるのかなと印象が あるのですが、ご存知の方がいたら教えてください。さあ、夏休み、ツバメの巣もね、見つかりましたよ。すぐ近く、東大元暮らしに、この巣がありました。先日までは、お母さんが卵を温めていたようだったんですが、ひなが帰って2羽、黄色いくちばしが見えました。福村良二くんのボーイソプラノが見事でありますね。アイスクリームを買ってきてもらうと、あっという間に元気になる私でありますけれどもね。やはりハーゲンダッツアイスクリームのマカデミアナッツが一番好きかな。アイスクリームの歌、お届けいたしました。ハグザライフ命を抱きしめよう、8月9日火曜日です。今日のメインコーナーは、今もこのコーナーの前にお届けいたしました、ラジオネームカメマリさんのジングル、ミニコマーシャルなんですが、このジングルを広く募集いたします。スタジオにぜひとも遊びに来てくださって、これがいい機会だってこう思っていただいてね、スタジオ見学も兼ねてスタジオに来ていただき、そしてあなたの声でこのミニコマーシャル、番組の中だけでお届けするものです。ぜひ収録してみませんか。ということで、今日はジングル制作150回目祝というふうにしたいと思っております。ジングルベルのジングルでもあるスペルは JINGLE となります。ジングル、英語におけるチリンチリンのような鈴などの擬音語です。ラジオやテレビにおいて番組の節目に挿入される短い音楽のこと、サウンドステッカーという呼び方もある。番組名や放送局名などの告知とともに流される、これがねジングルなんです。まあ、ラジオの専門用語というふうに、テレビの専門用語というふうに言うこともできますけれどもね、このジングル、タンパリンの小さな、シンバルのようなのが、タンバリンについていますけれどもね、その、タンバリンの胴部分に取り付けられている小型のシンバルのこともジングルってチリンチリンってこう音がするからなんでしょうね。そんな風に呼ぶそうです。さあ皆様、ぜひともジングル取りに来てくださいね。このコーナーのね、最後のところで日程を、ジングル収録の日程なども申し上げたいと思います。それではこんなジングルもありますよということでね、皆さんに聞いていただきましょう。
これは FM 戸塚 83.7MHz の FM 戸塚のジングル、まあ、放送局名を告知するというね、ジングル。かつて一緒にパーソナリティをしていた仲間が、ミュージシャンである仲間たちが作ってくれた、ものであります。このジングルは FM 戸塚の放送、他の番組の中でもね、流れています。さあ、そしてもう一つ。これは、ラジオネーム、こうへいくんのジングルです。もう一つの私の番組、生放送の番組、ラジオの絆という、言葉がね、その番組名が最後に必ず入れていただくようにお願いしています。自分の名前は、ラジオネームでもいいし、匿名でもいいし、本名を言っていただいてもいいよっていうふうに話をして、どんなことを自分の中で喋りたいか、ラジオから発信する言葉として、そんな風に、お願いして、そして簡単にメモをして、それでマイクの前に出て喋ると、好きな楽曲を BGM としてね、後ろに載せるんですが、これは後に、でつけていきます。ですから、もし、何かうまく喋れなくても、もう一遍じゃあ撮りましょうねとか、じゃあここの部分だけを、最後のラジオの絆っていうところをもう少し元気よく、もう一度お願いします、テイク2とか言ってね、それで、そこだけ撮らせていただき、それを編集して、サウンドイッチョっていうね、ソフトがありましてね、それがスタジオに、ミキサー席のところにありますのでね、それで、編集することができます。そして、大好きな曲を BGM として載せる。まあ、これも編集作業で、音楽の音を少し小さくして、声と一緒にこう、被せるような形ができるんですね。それで完成するというものなんです。こんな風に、ラジオの絆という番組には、たくさんの皆様が自分の今の思いを伝えたり、そして、宣言の私メッセージですね、それから私へのエールを送ってくださったりというものもあります。聞いてください。これはラジオネーム、うさみさんのジングルなんですけれどもね、どうしてもこの小田和正さんのこの曲を使ってほしいという、リクエストがありました。ですから、こう言葉の部分が終わった後にも、小田和正さんのこの歌声のここまで、この歌詞の部分までぜひとも残したいなと、そんな風に思って作ったジングルであります。さあ、今度はハグザライフ、命を抱きしめようのジングル、聞いていただきましょう。この鈴木さんのジングルも CD を持ってきてくださって、スタジオにね、ミスチルのヒーローをぜひとも、お願いしますということでした。この宣言の私メッセージ、自分の今を語ってくれた鈴木さん、今は少しだけ悩んでいるかもしれないけど、何かその踏ん切りがついた時にまたスタジオに来ていただいて、2番目のジングルをまたご披露していただけたら嬉しいなというふうに思っています。さあ、そして浜のバタヤンのジングルも聞いていただきますね。もう浜のバタヤンはこのハグザライフ、命を抱きしめよう、多分ですね、今度お聞きしてみようと思いますが、1回目から、150回、解禁症とまではいかないでしょうかね。やっぱり浜のバタヤンね、お忙しい時も、自治会のお仕事もありましたものね。でも3回の放送が1日の間にあるハグザライフですからね、もしかしたら解禁症もう全部聞いてくださっているのでしょうかね。浜のバタヤンのジングルです。ちょっとだけ行き詰まった時も
浜のバタヤンのこのジングルを聞いてね、背がピンと伸びます。ジングルというのは、そのコーナーとコーナーの間の、まあ、節目にお届けするものであり、そのジングルがかかっている間、まあ、特に生放送の場合はそうなんですけれども、その次の私のこう仕事の、つまり CD を入れ替えるとか、次の音源をここに、デスクトップ上に用意しておくとか、まあ、様々なその仕事をとても楽に落ち着いてその次に入れる、まあ、そんな意味合いがあるのがジングルであります。でもそれとともに心の部分でね、あのジングルを聞くたびによしって。さあ、そしてタイガーくんのジングル、もう年長さんになったのでね、新しく年長さんになった、今度はチューリップ組からひまわり組になったということでね、その報告をしに来てくれたタイガーお兄ちゃんの、これはまだ実は編集前なんですね。この後編集をして、そしてひまわり組なので、前のチューリップ組の時には私たちがママとこんちゃんや私とで、チューリップの歌をね口ずさみながらそれを BGM にしましたが、今度はねひまわりの歌を、探し出してそれを BGM にしてお届けしようと思っているところであります。タイガーお兄ちゃんの声と、私がいろいろインタビューしたものをどんな風に編集しようかと今考えているところです。いつがお誕生日ですか？24。7月24がお誕生日で1歳になって歯が生えてきたの？うん。まあそうなんだ。優雅くんは生えて、タイガーお兄ちゃんは子供の歯が抜ける、そして大人の歯が入るんだね。そうなんだ。まあ、なんか下はムズムズしてて、うん、なんか痛い。そうだね。こっちは抜けそうで、うん、なんか違和感。まあそれが一緒にやってそうです。硬い豆とか食べられない。さあ、このタイガーお兄ちゃんとそしてこんちゃんのジングル、どんな風にね編集していこうかと考えているところであります。楽しみに待っていてくださいね。BGM はひまわり組になったので、ひまわりの歌をお届けしながら編集していこうと思っています。もちろん自分でお話したいことをまとめて、書いてきてくださって、マイクにの前に、で話していただくことも OK ですしね。こんな風にいろいろと、やり取りしながら、インタビューしながら、そのどの部分を使ってジングル作っていこうかっていうね、新しい形のジングルも様々考えているところであります。さあ、それでは先日スタジオに遊びに来てくれました元気いっぱいの保坂さんのジングル、お友達の、ミュージシャンである方の CD を持ってきてくださってね、これでぜひ作ってくださいといただきました。わお、ね、本当にそれぞれ一人一人の個性あふれるジングルができるわけです。ぜひとも皆様、ジングル制作一緒にいたしませんか？9月の予定にぜひとも書き添えておいてください。9月14日水曜日、9月14日水曜日の11時30分から12時30分までスタジオを、予約してありますので、ここでジングルの、収録をしていきたいと思います。どうぞご都合をつけていただきましてね、まずは、メールまたはファックスなどで収録します、ジングル撮りますってメッセージをいただいて、そして時間などの調整もしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。祝150回記念ジングル制作のメインコーナーお届けいたしました。それでは一曲お届けします。浜のバタヤンのリクエスト曲、また CD をスタジオまで届けてきてくださいました。今回は
ザ・ベスト・ハワイアン、ボリューム2ということで、波の音入りです。今日はリクエスト曲の中の一つ、これがいいかな。小さな竹の橋を今日はお届けいたします。浜のバタヤン、海に行きたくなっちゃったじゃないですか。ありがとうございました。涼しげな波の音、最後皆様お聞きになりましたか。少し涼しくなったでしょうか。連続エッセイのコーナーです。こんちゃんから連続エッセイが届きました。こんちゃん忙しいのにありがとうございます。弥生さんこんにちは。先日はジングル収録に長い時間頂戴いたしましてありがとうございましたといただきました。もう久しぶりだったのでね、タイガお兄ちゃんの顔を見るのも、いろいろ話してしまいましたね。編集まで少し待ってくださいね。弥生さん、モレラの夏祭り楽しかったですといただいています。先日行われました7月の30日のモレランド、ワクワクモレランドという子どもたちの夏休みということでね、子どもたちが楽しめるそんな企画をいたしました。お祭りでした。昆虫のお話も興味津々聞いていましたし、そうなんですよね、蜂の標本があったりね、それからハクビシンの剥製があったり、蜂の巣もそのまま展示してくださっていたりね、富士消毒さんのブースだったんですけれども、きっとこれもタイガお兄ちゃん大好きだろうなと思って私も見ていました。私はその横で、折り紙や工作のブースを担当していました。流しそうめんなんてタイガの中では去年からブームでしたから、そうそう、2番手に並んで、あ、このそうそうは違う、そうそうそう2番手に並んで、そうですね、流れてくるそうめんをいっぱい堪能してました。ビンゴ大会では見事3位ね。えちょうどその時私もいましたけれども、ビンゴってね、こんちゃんとタイガお兄ちゃんがもうねステージまで飛び出していきましたね。花火が商品だったんですね。花火セットよかったね。早速その夜に保育園のお友達と楽しみました。あー、そういう夏を満喫しているタイガお兄ちゃんの様子、連続形成で報告してくれてありがとうございます。こんちゃん2人目出産と子育てを通しての連続エッセイ、タイガお兄ちゃんのこと、そして後半部分は優雅くんのことです。この連載にはずっと書いていませんでしたが、実は優雅が手術で2週間入院をしていました。うんね、こんちゃんから私は話を聞いていたのですが、そして病院でもねばったりと運命のように会うこともできてね、こんちゃんの大変だったその時ハグができてよかったなぁと思っていました。手術で2週間優雅くんは入院していました。木曜日に無事退院をし、週末このお祭りワクワクモレランドに久しぶりに外出。そうだったんだね、私は会えなかったんだけれどもね。暑かったのでお昼にパパと合流して食べて帰るでした。だから私が2時頃だったかな、12時か行った時にはね、そうですね、12時から2時のブースを守っていたんですけれども、ゆうがくんにはちょうど会えなかったんですね。賑やかなお祭り気分を少しは味わえたかな。随分な数の太巻きを食べてました。ああ、そうですか。鎧寿司さんもね、
あのお寿司のブースを出していて、それはそれはよかったよかった。入院生活の間はお見舞いに、そして家のこと、そして大河の保育園や習い事の送迎で慌ただしい毎日でした。朝から暑かったけど、家族揃って夏祭りワクワクモレランドに足を運んでパワー充電した気がします。今回の連載はこの辺で、こんちゃんから連続エッセイ、こんちゃん二人目出産と子育てを通していただきました。子育ては一人だけではなく、パパやそしてお兄ちゃんやおじいちゃんおばあちゃんや、そしてこの地域も大切なんですよね。地域のお祭りをこれからも FM 戸塚たくさん展開していこうと思っています。今日の連続エッセイのコーナーでした。それではここからは戸塚区医師会インフォメーションです。佐藤先生にお話を聞かせていただきます。戸塚区医師会休日診療部担当理事で戸塚休日休館診療所の管理者でもある佐藤博久です。踊り場駅近くにある佐藤耳鼻咽喉科クリニックの院長です。今日は戸塚休日休館診療所が今年4月から移転したことや場所特徴などをご説明し、市民の方々に周知していただくために参りました。まず場所ですが、4月から住所が戸塚区戸塚町 4141-1 で、戸塚駅西口から徒歩10分足らずのところに移転しました。休日休館診療所の電話番号は 045-861-3335 です。消防署の手前で戸塚小学校入り口という信号のところにある3階建ての戸塚区医師会館ビルの2階にあります。1階が駐車場になっています。戸塚駅の改札を出て左手、戸塚穴を越えてバスセンター前の大きな交差点があり、それを渡ると戸塚郵便局があり、その戸塚郵便局側に戸塚小学校入り口という信号のところに戸塚休日休館診療所があります。間口が狭いですが、ビルの横一面がすべて窓で、日差しがさんさんと入り、斬新的な建物となっています。1階が駐車場で11台止められますが、混んだ時は近くのコインパーキングに有料で止めていただくことになります。その駐車場の2階に休日休館診療所が存在します。駐車場を入ってすぐ右手に玄関があり、入って左にエレベーター、右に階段があります。2階に上がり、扉を開けて入りますと待合室となります。待合室の先に受付があります。窓際に問診票などを書く机が置いてあります。診療科目は内科と小児科が毎週で、耳鼻咽喉科は年に7回戸塚が担当します。耳鼻科は横浜市で18区を南と北で2つに分けて、南北で1区ずつ、毎週持ち回りで必ず2区耳鼻咽喉科が担当しています。耳鼻科がどこの区で診察するかは横浜市救急医療情報センターに問い合わせて聞いていただきたいと思います。電話番号は 045-201-1199、 E-救急 と覚えていただけると良いと思います。休日休館診療所は日曜祝日、年末年始、年末年始は12月29から1月3日が診療日となります。当診療所の受付診療時間は受付開始が9時45分からで、診療時間は10時から16時までとなります。それでは戸塚休日休館診療所の電話番号をもう一度申し上げます。 045-861-3335 です。以上、安心してご利用していただけたらと思います。
来月は診察順番確認システムなど戸塚休日休館診療所内の特徴と移転となった経緯について触れたいと思います。それでは150回目のハグザライフ命を抱きしめよう、今日もお便りコーナーお届けいたします。その150回おめでとうございますということで、ラジオネーム亀まりさんからお手紙が届きました。スタジオまで持ってきてくださったんですね、ありがとうございます。 For you というふうにシールが貼られています。弥生さんへ、ハグザライフ命を抱きしめよう150回記念おめでとうございます。ありがとうございます。いつも変わらない温かい声の先に弥生さんの笑顔が見えてきます。わあ、嬉しい。今私の手は自分のこうハートをね心臓のところにこう当てて、もう嬉しい時の私のポーズです。そしてハグでつながれた皆さんのお顔も自然と浮かんできます。この番組を通して改めてご縁の大切さと命の尊さを心から感じて、私の人生は間違いなく豊かになりました。涙が出てきちゃいます。今私の手は目です。ね、まぶたに。本当にありがとうございます。感謝感謝です。これからもたくさん学ばせていただきますので、灯台のようにずっとずっといてくださいね。小さな明かりかもしれませんが、灯台灯していきたいと思っていますよ。ありがとうございます。リクエスト曲いただいています。亀森さん、後ほどご紹介していきますね。ありがとうございました。渋い封筒に、そしてそのリクエストの CD も一緒に届けてくださってありがとうございます。そして異生活ネット花、衣服の衣、生活ネットがカタカナ、花は草冠の科学の科の花、根本真理子さんから。相浦様、いつも番組を周回遅れで聞かせていただいているので、そうか、アーカイブ、あのコーナーもう一度聞きたいで聞いてくださっているんですね。連続エッセイやお便りコーナーで取り上げてくださっていることへのお礼も遅くなってしまいました。本当にありがとうございます。フォーラム祭り取材という形でと提案していただき、こちらも感謝しております。祭りの事務局にも近いうちに相談してみます。ご了解がいただけましたら、あゆらさんにまた連絡させていただきますね。はい、お願いします。こうきちっとねしてらっしゃる根本真理子さんの細やかさが大好きです。きっとそれが根本真理子さんが作られるその異生活ネット花の作品に現れているんだろうなと思います。相浦様、私たちの住む神奈川県で障害者に対する悲しい事件が起こってしまいました。なんということでしょう。いろんな人たちが一緒に生きているからこそ豊かで広くて強い世の中なのだと思っています。なるほど、本当です。私もそう思います。さあ、この悲しい事件については浜のバテアンからもいただいています。根本真理子さん、ありがとうございました。相浦弥生様、初中お見舞い申し上げます。関東甲信越は本日例年より約1週間遅れて梅雨明けが宣言されました。いよいよ夏本番がスタートし、暑さ対策が大変です。7月28日のお手紙です。先日は相模原の施設で大変な犯罪が起き、その際に予告があり、行政は何とか防止できぬものでしょうか。ぜひともそのように対処してほしいと思いますね。高齢者ホームではこの件については話題に意識的に触れないようにしていこうと私は感じました、といただきました。
高齢者のホームで浜の場店ボランティアをねなさっていらっしゃるんですけど、そうでしたか。その時にはあえて触れないようにというふうに感じているということ。そしてだからこそリクエスト曲、ハワイアンの波の音とともにの CD をリクエストくださったんですね。ありがとうございます。世の中はさまざまなことで波風が立ち、多くの事件が起きていますが、一人一人の心の中では目の前にある自分と向き合う相手との、家族との、友人との、仕事上の仲間との一つ一つを丁寧に大切にしていきたいと改めて思います。その良いコミュニケーションができる身近な人との平和が集まって世の中の平和というものになるように思います。浜のバタヤン、ありがとうございます。以上、今日のお便りコーナーお届けいたしました。それではラジオネーム亀まりさんのリクエスト曲、ミンミレクイエムお届けいたします。皆様こんにちは。横浜リハビリテーション専門学校作業療法学科で教員をしています杉山と申します。今回は道具を使わずに椅子に座った状態でできる体操をご紹介します。肩こりに悩んでいる方は多いと思いますが、その原因の一つに首の筋肉が硬くなることが挙げられます。今回はその首の筋肉を柔らかくするストレッチをご紹介します。僧帽筋という名前の筋肉で首の後ろにあります。僧帽筋とは僧侶の帽子と書いて、僧帽筋と呼びます。昔僧侶がかぶっていた帽子に似ていたため、この名前がつきました。非常に大きな筋肉で首から腰にかけて、走っている筋肉です。それでは体操に入ります。まず椅子に座り前を見ます。次におへそを見るような感じで首をゆっくり曲げます。首の後ろが伸びてきますね。そこで首を曲げた状態で右方向に首をねじり10秒止めます。よしでしょうか。肩から首にかけて左側の筋肉が伸びてきます。次に首を左方向にねじって右側の筋肉を同じように伸ばしていきます。この体操を1日3回ほど行うと良いと思います。ただし首の痛い方、首に怪我や病気のある方は行う前に主治医に相談してください。今月のリハビリインフォメーションいかがですか。杉山先生へのご質問もどうぞ番組宛てお寄せください。お待ちしています。150回目のハグザライフ命を抱きしめようお別れの時間です。支え続けてくださる6社の皆様をご紹介します。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分オーダーメイドの家探しハウスポート湘南、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分セントラルスポーツ脇平安薬局、地域の皆様の生き生きライフをサポートする作業療法士、理学療法士を養成、
横浜リハビリテーション専門学校、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上6社の提供でお送りいたしました。それでは皆様お元気で、151回目のハグザライフ命を抱きしめよう、来週もお楽しみに。お相手は北海道札幌出身、戸塚に住んで30年、パーソナリティ相浦弥生でした。さようなら。